今回は、子供の親、に関するスカッとするお話を2本紹介します。まずはこちら、嫁が妊娠したので家族全員を集めて報告。嫁、赤ちゃんができたの。家族、おめでとう。俺、子供ができない体質なんだよね。俺は自分で言うのもなんだけど、かなりの愛妻家だと思う。仕事が早く終わると嫁に会いたいと思うし、帰り道で嫁の好物を見つけると、つい買ってしまう。そして嫁も、俺のことを思っているのは伝わる。あなた、行ってらっしゃい。行ってくるよ。結婚して2年だけど行ってきますのキスは今も相変わらずしている。俺の愛妻かぶりは会社でも有名で。ニュースか見ましたよ。奥さんのために花束とプレゼントにケーキも準備されてたんですね。いいなぁ。そうなんだ。妻は駅前にある有名な洋菓子店のケーキが大好きでね。花も妻の年の数に合わせて買ったんだ。羨ましいです。私もそんな旦那さんに愛されたい。なんて女子社員に言われるぐらい有名だ。仕事が忙しくて残業が続いた日も、ただいま。お帰り、あなた。と、嫁の顔を見れば仕事の疲れなんて吹っ飛ぶ。本当に嫁の存在は俺にとって癒しだった。そんなある日、嫁からあることを言われ、俺は奈落の底に突き落とされることとなった。ねえ、今日は仕事早いの？ああ、そんなに遅くにならないと思うよ。今日はあなたにサプライズがあるのよ。だから早く帰ってきてね。サプライズか、実は俺も話があるんだ。だから早く帰るようにするよ。大事な話？いいわ。とりあえず家で待ってるわね。そう電話を切った。嫁の言うサプライズが何かはわからなかったけど、俺はこの日、嫁に大事な話をしなくちゃいけなかった。ただいま。お帰り、ねえ聞いて。私、赤ちゃんができたの。は？赤ちゃんよ、赤ちゃん、妊娠したってこと？え？本当に妊娠したの？当たり前じゃない、どうしたの？嬉しくないの？いや、まだ感情がついていかないだけ。そうだ、今週の週末、両親たちを呼んで発表しようか？それいいアイディアね。早速両親に連絡するわ。あなたも言っておいてね。ああ、わかったよ。そして週末になり、俺の両親と義両親が集まってくれた。みんなが家に着くなり早々に、嫁は両親たちに。私、赤ちゃんができたんです。と言った。それを聞いた両親は、当然舞い上がり。本当にめでたい。早く孫を見たいと思っていたが、やっとこの腕で抱けると思うと嬉しいよ。男の子かしらね、女の子かしらね。どちらにしても楽しみだわ。美奈子さん、お体大事にしなきゃダメよ。はい、お母さん。なんて、俺の両親と嫁の両親は孫の誕生について話に花を咲かせている。そんな中、俺はゆっくり口を開いた。みんなに話があるんだ。何を改まって。話ならもう済んだでしょ？うっふ。なんて笑ってた。本当なら、俺もこの輪に混じって赤ちゃんができたことを祝いたい。でも、それは無理だったのだ。俺は静かに一枚の紙を出した。これを見てくれ。え？これってまさか。その紙を見た両親はぎょっとした。実は俺、結婚してから2年も経つし子供が欲しかったから、どうしてできないんだって悩んでたんだ。でも嫁にはなかなか言えなくて、もしかしたら自分に原因があるかもしれないと思って、病院で検査したんだ。そしたら自分が不妊だってわかった。え？嘘でしょ？嘘じゃない。俺だってショックだったよ。でも先生が言うには手術を受けることで、子供を持てるチャンスがあるって言われたんだ。ただしチャンスは1回きりだけどね。でも俺はそのチャンスにかけてみたかった。だから先日、そのことを嫁に相談しようと思ったんだ。ちょっと待って。え？だって娘は妊娠。そうなんです。娘さんは俺の子供を妊娠できるはずがないんです。ちょっと美奈子、一体どういうことなの？違うわ。この子は夫の子よ。奇跡が起きて妊娠することができたのよ。そうだな、奇跡が起きることもあるかもしれない。ただ今回は違う。お前は浮気をして、俺以外の男の子供を妊娠したんだ。そうだろ？違うってば、私たちあんなにラブラブだったじゃない。俺だって信じたくなかったよ。でも、そのお腹の子は俺の子じゃない。証拠もあるんだ。え、証拠？お前から妊娠したって聞いた後、事情を話して友達に協力してもらってお前にかまかけた。俺はそう言って、俺と嫁の共通の知人である A 子と、嫁の LINE のやり取りをスクショして印刷した紙を、テーブルの上に置いた。そこには、赤ちゃんできたって本当？本当。全然できなかったのに、突然できたね。もしかして浮気してできちゃったとか、笑い？内緒だけど実はそうなんだ。私まだ元彼と繋がってて、旦那に内緒で会ってたんだよね。それってひどくない？
旦那くんかわいそう。大丈夫だって、あいつ私にベタボレだもん。笑い。妊娠したのだって、自分の子だって疑わないっしょ。その内容を見たギフは、怒りに震えて思いっきり嫁の方を平手打ちした。ギフはガタイが良かったのでフルパワーの力で振り下ろされた平手打ちにより、嫁の体は吹っ飛んだ。それからギフは、嫁の前に仁王立ちすると。なんてことしたんだ、こんなにお前に尽くしてくれている旦那くんをよくも裏切れたな。しかも相手が元彼だと、あのホスト野郎だろ。あんな男とまた繋がってるなんて、ふざけるな。そう言いながら、再び嫁を殴ろうとするギフ。痛い、お父さん痛いよ。嫁は父親に何回も叩かれ、最後には泣いていた。すると、今度は義母が俺と俺の両親に土下座して、娘が大変申し訳ございません。どのような条件でもこちらが飲みます。本当に申し訳ありません。そう号泣していた。だが、俺の両親も孫ができたと思っていたのに自分の息子が不倫され馬鹿にされた挙句、果てに他の男の子供を育てさせようとしていた嫁を、許すことはできなかったのだろう。義母の謝罪から顔を背けていた。ほら、お前も謝れ。ごめんなさい。嫁は、俺が日頃から自分を溺愛していたので、このことは絶対にバレない、と踏んでいたのだろう。だが、父親に叩かれるわ、母親には泣かれて土下座されるわ。自分でも訳がわからなくなったのか、泣きながら、ただひたすら俺に謝っていた。だが俺も許せるわけない。条件は当然離婚と、慰謝料をいただくことです。いや、離婚しない。嫁はどうやら、子供は産みたいが相手はホストということもあり、元彼とは安定した生活は望めないことがわかっていたのだろう。だから俺に捨てられるのが怖かったのだと思う。だが、父親から、不倫した分際で何を言ってるんだ。離婚されるのは当然だろ。慰謝料だって、いいねを払うんだ。お前はそれだけのことをした。旦那くんに一生かけて、償え。と言われて絶望していた。もしかしたら嫁の中では、俺が情けをかけて、最終的には自分を捨てないで助けてくれる、と思っていたのかも。でも俺はそんな気持ち、もうとうなかった。あと、その元彼の連絡先を教えてください。後日こちらから弁護士を通じて連絡をするつもりです。わかった。ほら、早く連絡先を教えるんだ。そう嫁は義父に怒鳴られ、放心状態で俺に携帯を渡してきた。嫁の赤ちゃんサプライズの場は、こうして幕を閉じた。その後、俺は嫁と離婚。多額の慰謝料を払ってもらった。真男にも連絡したが、美奈子が勝手に妊娠したことで、俺には関係ない。と、真男は慰謝料を拒否していたが弁護士に立ち打ちできるはずもなく、結局俺に高額の慰謝料を支払った。さらに、真男が嫁を妊娠させたことが公になり、ホストの顧客がどんどん離れていき、その結果、ホストを辞めざるを得なくなったそうだ。その後、落ちぶれて地元に帰ったと聞いた。元嫁はあれから子供を産んだようだが、ホストには逃げられ、親からも絶縁されたようだ。結婚していた時は、嫁が専業主婦でも十分養えるくらい俺の給料はあったから、嫁もそれなりの生活をしていた。でも今は、寂れたアパートで育児と格闘しながら、その月の生活費に困るくらいの貧乏生活を送っているようだと聞いた。自分の蒔いた種だからどうしようもないしな。あれだけ溺愛していた嫁だけど、不思議なくらい今はもう何も感じないよ。続いてのお話はこちら。俺、子供の DNA 検査やってみた方がいい、と妻に言うと、真っ青になって発狂した。怪しいので検査すると、俺が本当にバカだったって話。ある日、たまたま嫁とテレビを見てたら、妻の不倫で子供が自分の子供じゃないかもしれないと思った男が、DNA 検査をしたっていう話を、ワイドショーで騒いでたんだよ。で、俺が本当に何にも考えないで、うちも DNA 検査やってみた方がいいなぁ。ってシャレで言ったんだけど、そしたら嫁が真っ青になって発狂した。あまりに嫁が発狂したこともあって。え？これって怪しいんじゃね？もしかして図星なわけ？嫁の浮気を疑った俺は、嫁の反対を押し切る形で DNA 検査をした。そしたら結果は、白、で息子は正真正銘、俺の息子だった。そん時の俺は、なんだ、めでたしめでたしじゃん。って、軽い感じで流したんだけど嫁はめっちゃくちゃ怒ってそのまま別居。その時の俺は、嫁がなんで怒ったのかとか、なんでそれくらいのことで別居になるのかわからなくて、俺は実家に帰って母親に相談。すると、すぐに母親が嫁に電話して、携帯を持ったまま何度も頭を下げてるのを見て意味がわからなかった。で、その日父親が帰ってきてから両親揃って家族会議。
親父は母親に事の顛末を聞いていたそうで、とりあえず帰ってくるなり殴られた。お前は、なんてこと言ったんだ。とか言われたんだけど、ちょっと冗談言ったのに、嫁が過剰に反応したからだろ？ってちょっと納得いかなかった。でも母親が言うには、嫁が発狂したのはその場に息子がいたことが理由だと言っていた。俺は深く考えなかったんだけど、子供の前で聞かせる言葉じゃないってことで、嫁は発狂したってことだと。でもこの時の俺は、それでも納得できなくて、子供とはいえ中学生とかじゃあるまいし、そんな言葉の意味なんて理解できるはずないだろう、と思ってたんだ。で、親父には殴られるし、母親には泣かれ、それでもどうして俺が責められるの？って思いがあった。とりあえず、ちゃんと嫁と話し合ってしっかり謝ってこい、というのが両親の総意だったので、翌日嫁の実家に行った。嫁に会って俺は、俺だって別に本当に疑ってたわけじゃないよ。息子は俺に似てるって周りから言われてたんだし、隠してるみたいに発狂したから。あれは子供の前でとんでもないことを口にした。あんたに発狂したのよ。それは母さんから聞いたって。でもまだ小学校1年生だから意味なんてわかんないだろう？そんな問題じゃないわよ。あなたの人懐っこくて明るいところは好きだし、栄養に向いてる視聴者でもある。でも、失言が多いのは確かよ。友達にも空気が読めない、って何度も言われてるでしょ？と言われた。これは痛いところを突かれた気分だった。確かに俺が空気読めないと言われたのは、一度や二度じゃない。友達だけじゃなくて、会社の同僚や上司にだって指摘されたことがあった。別に私だって、あなたが本気で疑ってるなんて、あの言葉を聞いた時には思ってなかったわよ。でも、子供の前で口にしたから一発レッドカードよ。と言っていた。その場には、俺の両親と嫁だけがいたんだけど、俺の両親は嫁の言葉にずっとうなずいてた。別に俺だって、自分が空気読めないことは指摘されるくらいだから知っているし、そのままでいいなんて思っちゃいない。でも空気を読めないってくらいだから、自分が深く考えてなくてポロッと言っちゃったことが、たびたび失言になってしまうことも多く、なかなか直せないのも事実だった。ともあれ、俺もあんな一言で嫁と別れるなんてことはありえなかったので、俺が悪かった。疑ったにしろ検査をするのはやりすぎだったと思う。と嫁に謝った。嫁も俺が謝ったことで実家から帰ってくれる気になったようで、俺は胸の中でほっとした。よかった。帰りの道中、母親から、あんたのことよくわかってくれてるじゃない。長所も短所もすぐに言えるってことは、それだけあなたのことをよく見ててくれてるってことよ。あんた、本当にもうちょっと口には気をつけなさいよ。と釘を刺された。親父はその通りだとうなずいていた。母親に言われて、確かにその通りだと改めて思った。嫁は俺の短所ももちろんわかっているが、長所だってちゃんとわかってくれていた。家に帰った後、俺は日常の生活を取り戻した。嫁とは喧嘩をすることもあるけど、基本的にさっぱりしている性格なので、何日も喧嘩を引きずらない。だから、嫁もいつもの嫁に戻っていた。俺は母親や嫁の言葉を胸に刻み、失言を漏らさないように気をつけながら、生活をするよう心がけるようになった。そんなある日、嫁が義母に親戚の法事で家を空けるから、一日だけ義父の食事などを世話してくれ、と頼まれたようで。留守の間、家と子供をお願いします。オーケー。今日はママがいないから、男二人でうまいもんでも食べに行こうか。今日はパパと二人だ。ママがいないと寂しいか？と聞いたら。大丈夫だよ、僕、一年生なんだから。そう言われて、息子の成長を感じてしまった。でもそんな俺に、本当に唐突に息子が聞いてきた問いに言葉を失った。ねえ、僕はパパの子供じゃないの？は、何言ってんだ。誰がそんなこと言ったんだ。息子の言葉に焦って俺は、誰がそんなひどいことを言ったのか、と思わず息子を問い詰めた。すると息子が、パパが言ったじゃない。え？だって、パパもテレビの人みたいに検査をするって言ってたから。な、この時、俺は妻の言葉を思い出した。俺は小学1年生の子供が、DNA 検査なんて難しい言葉を理解するわけないと思ってたし、そもそも息子はおもちゃで遊んでた。でも、この時やっと俺は妻が怒った意味を理解した。お父さん、大丈夫？そんなわけないだろう、お前はパパの子だ。誰が何と言おうとパパの子なんだ。気がつくと、そうぐっと息子を抱きしめていた。今更になって、妻の言葉にガンと頭を殴られた気がした。そして全部、100% 自分が悪かったんだと思った。パパが間違ってたんだな。本当にごめん。パパ間違ってたの？ああ、パパが間違ってたよ。
息子は、俺が何を間違ってたかまではわからなかったようで、首をかしげていた。俺はこの日、本当の意味で自分の悪癖を直そうと思った。そして翌日、息子を小学校へと送り出し、妻が帰ってきたのを出迎えた。ただいまあって、あれ？今日は仕事よね？ああ、今日は有給を取ったんだ。ええ？なんで？何かあったの？あの子は小学校に行ったわよね？ああ、ちゃんと送り出したよ。俺の行動と言葉を不思議そうに見ながら、妻はキョトンとした。俺は妻をリビングのソファーに座らせお茶を入れて手渡し、昨日あった出来事をすべて話した。そう。やっぱりわかってたのね。ああ、本当にすまない。お前が言ったことは全部正しかった。それに、あいつを無駄に傷つけてしまったことを今、本当に悔やんでる。もうこれから俺は、余計なことを喋らないようにするつもりだ。余計なことって、それがわからないから困ってるんでしょ？それはそうなんだが。まあ、少しずつ直していきましょうよ。私もバンバン言わせてもらうから、ね。ああ、頼むよ。それから俺は、自分でも口に出す前に一旦考えたりすることで、完全にはなくならないけれど、失言の数が相当減った。それに妻も容赦なく。また失言が出たわよ。今月のお小遣いから1000円引きね。なんて言いながら俺の失言を注意してくる。今回のことは、確実に俺の失言から招いた事件だったんだけど、俺は改めて嫁が嫁でよかったと思った。そして俺に激似の可愛い息子にも、もう二度とあんなことは言わない、と心に誓った。いかがでしたか？子供の親に関するスカッとするお話でした。